それでは次の曲は、また村西俊之君をお呼びしてみましょう。よっしゃー、いや人気多いやんか村西君。ですね、彼が今持ってる楽器見たことある人、あ、もうちょっと見えるところにやりますか。すごい、すごい、バスクラリネットって言うんですけど、なかなかね、あの見るチャンスも聞くチャンスもなかなかないと思うんですが、あのバスクラリネット中ぐらいで低い音がすごい出るんですよ。もうむちゃくちゃ低い音、どのぐらい低い音出るんですかね。もう、ラネシ君モテてるやん。あの、今日ね、昼の分にはお母さん来てはったんですけど、あの、今来てはれへんからね、もうどんどん言うてあげて。トシちゃん頑張ってきょーん、で、あの、おととしの彼のリサイタルで、こう、あの第一部のね、あの主眼といいますか、の曲だった、バスクラリネットのために書かれた「スポットライト・オン・バスクラリネット」というあの曲を、3楽章あるんですけど、今日はあの2楽章をやろうということで、行ってみましょうか。Thank you.
ね。